皆様こんにちは旅と旬のウォーキングスポット食べ歩きインゲンです今回は秩父多摩海国立公園秋川渓谷にやってまいりましたここは東京都あきる野市最寄り駅は武蔵五日市駅交通費も安く登山キャンプバーベキュー そして川遊びまで全てを叶えられる場所そんな場所を探していましたすると高田の馬場駅から約650円で来られる場所があったんですこのチャンネルでは旅行費用や食費を貯めるために節約生活もしているインゲンが無料や穴場格安などお得なお出かけ情報もご紹介しています行く前に 聞き流すだけで分かるような説明を心がけていますよければ最後までご覧くださいまずは武蔵五日市駅から1番バスで約10分西都倉バス停まで参りますまずは約40分ほどで登れる標高4 3 4メートルの城山へバスを降りたらくるっと後ろを向いてこの道をまっすぐ。 トクラのバス停からは道が悪いと聞いていたので今回は西トクラのバス停からちなみに十里木のバス停からは約50分ほど体力に合わせてコースを選んでくださいね登山口に入るまでもお花がとっても綺麗里山の田園風景が広がっていますこちらが登山道の入り口 まずは腹ごしらえとしっかりと準備を整えることといたします神社がありましたのでしっかりと敬意を払ってお参りをこちらが登山コースかなと思って上り進めますと1分ほどで大きな倒木に道を塞がれてしまいますまだ1分も歩いていないのですけれどもこれはおかしいと思い引き返すことといたします 木々に囲まれた木漏れ日が本当に美しい先ほど朝食をいただいた場所まで戻るとん看板を発見縦から見ると単なる棒にしか見えなかったのですが平面から見るとちゃんと看板があるではないですかすぐ横にちゃんと登山コースがあったのですね 一旦登山コースに入ると親切に行き先の看板が本当にすぐに引き返してよかったちゃんとお参りをさせていただいたからでしょうか守ってくださってありがとうございますかつては戸倉城と呼ばれる山城があった場所約40分ほどで無理なくじゃーん、到着です標高は4 3 4ル。 素晴らしい眺めいつも頑張ってよかったと思える瞬間です山頂は風もそよぎほてった体に心地よいです遠くには房総半島も眺められるのだとか山頂にはベンチもあり穏やかな雰囲気でくつろげますこの青空もぜひご覧ください一点注意点を申し上げるとすれば 虫除けでしっかりとガードなさった方がいいですよ山頂の規模と雰囲気はこんな感じですなおあきるの市にはハイキングなどもできる山々がいっぱい城山にいらっしゃる際には武蔵五日市駅からのバスの本数が少ないので時刻表を動画の最初の方に載せておきました おかげで休ませていただいた場所にありがとうをして美しい青空を眺めます青空に緑が生えてとっても綺麗。こちら同じ道を戻って下山することといたします頂上付近にはお手洗いもあり安心ですよバスを使わず駅から降りてすぐ登り始めることのできるコンピラさんもありますので参考になさってください ちなみに右が私が間違えたルート左が登山道です参考になさってくださいさて西都倉のバス停まで戻ってまいりました下山は約30分ほど十里のバス停まで行けばシンボル的存在石舟橋という歩行者専用の吊り橋があるんですただバスがタイミングが合わずかなり待つことと都倉キャンプ場という看板を見つけてしまったので。 キャンプ好きの私としては、様子を見に行くことにいたしました。星竹橋を渡り、川沿いを歩いて十里木に向かってもいいかな、なんて考えたのもあります。キャンプ場行きの看板を見ながら、下へと下ります。すると、じゃーん秋川です。ご覧ください、この水の透明度。綺麗さにびっくり 山々とこの景色川の音もどうぞお聞きください東京都そして約1時間ほどで来られるんですよ橋を渡って向こう岸に渡ることといたします2キロほど先に温泉瀬音の湯そのそばが石船橋です ちなみに川へ降りられる階段もあったのですがこちら私有地なのかちょっとわからなかったので遠慮いたしました 2>, 2キロほどなら歩けるかなと思い瀬尾戸の湯十里木方面へ向かって歩き出します途中に公衆トイレもありましたよまた無料で使用できるベンチも途中途中にありました道から眺めた 川の景色、川遊びをしている方ア釣りをしている方の姿が見えますこれらの光景が楽しめるエリアにあるのは星バーーベキューランドさん。私有地なのかシングルガスバーナーを使っていい場所なのか有料なのかわからなくて場所を探している私にわざわざ無料で楽しめる場所を教えてくださったんです。 道案内までしてくださって感謝を込めてお名前を出させていただきますその説はありがとうございましたこちら花月橋のそばお手洗いもあり便利な場所無料で入場できてじゃーん念願の川遊びです川のそばで見るとその美しさがよくわかりますね早速レジャーシートを敷いて 荷物を準備して靴下を脱ぎ、水に足を浸します。お手手も早速ピチャピチャ。うん、冷たいです。足も水の中へ。登山で疲れた足がとっても気持ちいいです。ビーチサンダルを持ってくるんだったな。お魚さんが泳いでいるのも見えましたよ。雲一つない青空とはこのこと。 いい感じにお腹が空いてきたので早速キャンプ飯といたしましょう周囲からはお肉の焼けるいい匂いがさて Twitter をご覧になっている方はご存知だと思うのですがそうなんと鍋を忘れたんです。まさか自分がこんなことをするなんてお肉はお米はいろんな食料を凍らせて大量に持ってきたのに 食料を担いで山も登ったのに、何一つ叶えられることなく、カバンの中にしまい、スナックバーをかじります。コーヒーも沸かさずしばし呆然と、次回絶対リベンジいたします。こちら先ほどの河原から、川沿いに駅に向かって歩いている最中です。川沿いにおとりあゆの売り場もありました。 そして大好き無人販売なんとまるまる立派なおっきなナスこの大きさ1袋100円です道には多くの花々が咲いていましたこちらは歩橋多くの橋があり見どころも遊ぶ場所も豊富ですそして石船橋 住里木まで行ってまた帰ってくるバスの本数のことを考えると徒歩ではちょっと難しく今回は断念登山も川遊びもバーベキューもそして観光もとなるとちょっと欲張りすぎたみたいこちらのバーベキューランドさんは駅からすぐそばバスに乗らずに徒歩で来られます徒歩の旅程ならば のの時刻表をしっかかり組み立てることが私からのアドバイス動画の節々に時刻表を貼っておきましたのでぜひご活用くださいね皆様今回もお楽しみいただけましたでしょうかこのチャンネルでは見どころや食材をより楽しめるように解説を加えたり行く前に聞き流すだけで分かるような説明を心がけています お出かけや旬の穴場スポット無料お得情報などもご紹介しています少しでも休日の過ごし方のお役に立てれば嬉しいですよければチャンネル登録いいねコメントをいただけたら励みになります今回行けなかった場所はまた次回新たな目標ができましたなおバス停でバスがないなぁと途方に暮れている時地元の皆さんが ここのバス停から行けばいいよとか本当に親切にしてくださったんです本数が少ない分満員のバスで降りられなかった時みんな降りて道開けてあげてと声をかけてくださった学生さんたちもいましたいただいた温かさに感謝を込めて動画を作成いたしましたよかったらお出かけくださいね